するるクイリリのペーストリーである別名にコーニッシュパイがあるパスティは、パイとは異なり、通常丸い平面のペーストリーに具を置いて、折り曲げて包み、円に折り目をつけ閉じる。この結果、半円形になる。伝統的なコーニッシュパスティは牛肉、薄切りじゃがいも、ルタバガ、及び玉ねぎを具とし、焼いて作る。様々なフィリングのパスティが販売され、 全種類のパスティを販売する店もある。パスティの発祥は大部分が不明であるが、現在の形は、コーンウォールが元祖であるとの説が一般的である。コーンウォールの鈴コインが食事に戻ることができない、ことから、校内に持ち込むためのランチとして最初に作られたと言われている。この説では、全身泥まみれのため、包んだ皮を手に取り、 その部分以外の触れずに汚れていない部分を食べたという。汚れて食べられない皮の部分は校内に捨てられ、鉱山作業者を危険に導くこともある気まぐれな精霊、ノッカーの空腹を満たしたと考えられた。関連する説で、漁師がパスティを海に持っていくことは不運だと言われている。パスティは、ノーミニア労働者に、特に同じような工業地域である。 イギリス北東部で一般的に食されていた。デボンの研究者は16世紀の文書にパスティの記述を発見し、パスティがデボン発祥と論じたが、コーンウォールのパスティの元祖は数世紀前に遡るとの証拠を主張するコーンウォールの歴史研究者に反売された。現存するコーニッシュパスティの最古のレシピは1746年のものであり、コーンウォール。 トゥルロのコーンウォール公文書保存館に保管されている。イギリス以外では、パスティは一般に移民してきたコーンウォール公ンにより、新たな地域に広まり、パスティがコーンウォール発祥であるとの主張を強めている。中の具を包む厚い皮のため、パスティは8から10時間温度を保ち、携帯されることで、インの防寒に役立った。元鉱山長のベーカリーは今なお、注文された具を、 パスティに詰めた後に、その客の頭文字を、ペーストリーで貼り付けて焼き上げている。この習慣は、コーインが、パスティの一部を朝食で食べて、残りを昼食で食べるときに、自分のパスティを見つけるために始まった。食事時間まで、パスティを温める、大きなオーブンがある炭鉱もあった。良いパスティは、縦鉱に落としても壊れない、硬さを持つと言われている。 アメリカ合衆国モンタナ州ビュートの行員はパスティは我が家からの手紙と同じぐらい嬉しいものだと語っている2002年にコーンウォールのパスティ製造業組合であるコーニッシュペースティアソシエーションはイギリス政府の環境、食料、農家省にコーニッシュパスティの地理的表示保護法案を提出したリフラは法案を支持することを採択し最終承認のため 欧州委員会に提出した。コーニッシュパスティの PGI 法案が認められると、伝統的な監修に従い伝統的な製法で作るコーンウォールのパスティ製造業者のみが、コーニッシュパスティの名称で販売できるようになる。組合は、パスティ製造と地元の材料の生産業者には強い結びつきがあると主張している。コーニッシュパスティは、ほとんどの材料が地元産である。 2005年には、コーンオール産の5700トンのジャガイモ、5200トンの牛肉、310トンの玉ねぎ、1550トンのルタバガが、コーニッシュパスティ製造に使われた。近年まで、コーンオールは、小麦や玉ねぎの商業的生産に適さないと考えられていたが、コーンオールの最大手パスティ製造業者が、農村に働きかけ、 地元産の小麦と玉ねぎを開発した。地元生産者からの小麦粉需要の45%を供給し、近い将来、玉ねぎ需要の40%を供給できるようになる予定である。パスティは、コーンウォール、デボン、ウェールズ、ノースイーストイングランド、イギリスのその他の地域、アイルランド、ブルターニュ半島でなお非常に一般的である。アメリカ合衆国北部でも、 また一般的である。これらの地域では、ベーカリー、または、パスティ専門店で、手作りのパスティが販売される。大量生産のパスティは、伝統的なコーニッシュパスティと、全く異なるもので、イギリス中のスーパーマーケットで販売されている。パスティ販売チェーン店が近年開店され、大量生産品よりも良い、様々なフィリングのパスティが販売されている。 パスティは他のファストフードと同様に移動中に食べられることが多い。ステーキと野菜が具の伝統的、コーニッシュパスティ完全に標準的なパスティの材料はないが、伝統的なレシピではサイコロ状に切った、または薄切りの牛肉、ごく薄切りの玉ねぎとジャガイモが具に含まれる。他の一般的な材料はルタバガ、及びパセリである。 コーニッシュパスティに人参を使うことに幻覚主義者は難色を示しコーンウォールで作られ販売されるパスティに使われることはほとんどない伝統的にハラミが使われるが他の部位が使われることもある牛ひき肉で作るパスティは一般的であるがひいていない牛肉のパスティよりも安価に売られている現代のパスティでは牛肉が豊富に使われているが 19世紀のコーンオールのコインの多くにとってはこれは非日常的な贅沢であったため伝統的なパスティには通常肉よりも多くの野菜が使われているパスティの材料は通常好みに応じて塩と胡椒で味付けする今日パスティの具は特にコーンオール以外で多様化している一般的なフィリングとして牛肉とスティルトンチーズ鶏肉とハム チーズと野菜が使われ、また、七面鳥や、ファルスも使われる。他の特別なパスティには、朝食用およびベジタリアン用パスティがある。パスティ側のレシピもまた様々であるが、伝統的なパスティは、コーンウォールの鉱山に持ち込まれるものであり、携帯されての作業中の振動や衝撃に耐えるよう、硬いが、脆くない皮で包まれている。最近のパスティのほとんどは、 ショートクラストで作られている。パスティ製造業者の間には、パスティの正当な伝統的材料とレシピ、特に使用する野菜と皮の折り目の付け方についての論争がある。折り目の議論は、コーンオールにおいてさえ論争があり、あるものは横閉じの折り目を支持し、他方は上閉じの折り目がより神聖であると主張する。レボンとコーンオールのパスティの違いは、コーニッシュパスティが、 半円形であり厚い皮で、パスティの円を曲線により閉じるのに対して、レボンのパスティは上を折り閉じて、楕円形である点だが、上を閉じるか、横を閉じるかは、調理時の気分によるものである可能性が、より高い。豚肉とリンゴのパスティは、コーンウォール中の店で売られており、パスティの具がリンゴ味のソースで混ぜられている。同様に、リンゴとイチジク、チョコレートと、バナナといった。 甘いパスティもコーンウォールのいくつかの地域で一般的である。また、ウィンディペースティー、ウィンディパスティとして知られる種類は、パスティ作りの余ったペーストリー生地を集めて、丸く押し伸ばし、ジャムを詰めて、通常のパスティと同様に折り閉じ、音声、または冷静で食べる。伝統的なパスティは一食分として作られていたために、一個あたりが非常に大きく、 野菜からのスープと肉汁がグレービーのように皮をふやかし特にソースなどをつけずに食べられていた。現在パスティはフライドポテトと共にグレービーまたはケチャップを添えて供されることがある。ベッドフォードシャークランガーに類似する半分塩味半分が甘いパスティが19世紀の鉱山で食べられていた。アングルシートを パリスマウンテンの銅山労働者が食べた古いレシピが存在する。2006年にこのレシピがスランゲブニコレグメ内のフードテクノロジーセンターで再現された。熱いショートクラストの2種入りパスティの一方に肉と野菜を混ぜた具、他方に果物とジャムが詰められ、1個でメインディッシュとデザートになっている。2種入りパスティは商業的には失敗した。 このレシピを研究し発見した研究者は、このレシピは、コーンオールのコインがアングルシーに仕事を探しに、出向いた時に持ち込んだものであると主張している。このパスティは、商業的な歴史はなく、今日も、コーンオールで2種入りパスティは販売されておらず、料理愛好家が作っている程度である。甘い具と塩辛い具は、ペーストリーの仕切り、または固くなった。 パン一切れで隔てられる。このレシピはパスティをより充実した食事にしようとした結果であると考えられる。二つの味付けを共存させる方法としては、他に少量のジャムを調理済みパスティの一方の端の折り目に寄せて詰める方法がある。コーンウォールコインの移民が19世紀中にその他の地域にパスティを広めた。 コーンウォールの鈴鉱山が閉山されていくにつれ、コーインはその専門技術と伝統技術を世界の他地域の新たな鉱山に伝えた。その結果、以下のような各地にパスティが見られる。カリフォルニア州、グラスバレーのカズンジャックスパスティ店2009年10月にメキシコ、イダルゴ州、レアルデルモンテで最初の国際的なパステの祝祭である。 1> 第1回国際パステフェスティバルが開催された。レアル・デル・モンテ自治体、パステ製造業者、コーニッシュ・メキシカン・カルチュラル・ソサエティ、メキシコ支部が主催し、3日間の行事でこの都市に、約8000人の観光客を集客し、大成功を収めた。観光客の移動バスは、会場から4時間離れたクエルナバカ、及びメキシコシティから移動した。フェスティバルは、 レアルデルモンテの市長、イング、オマールマリアーノスキューズのコーンウォールの人々は我々に再び仕事を与え、不採算に陥っていた工業を再建した。我々がこの産業を失った時、パステと新たな収入源を我々に与えたといった開会宣言で始まった。この絵のように美しい街での祝祭行事は、 コーンウォール人の墓地への訪問を呼び、イギリス教会のブリジット・ガルスワージーによるガイド付きツアーで、コ院の記念塔に花を飾ることで始まった。大通りは、地方色豊かな各種様々な、パステが販売されるテント屋台が列をなし、コ院の記念塔に隣接する場所に、大きなステージが設置され、踊りと催し物が、フェスティバル中披露された。 コーンウォールのポルダークマイン出身のパムメルビルが伝統的なパスティ作りの実演を行い多数のパスティが作られ大人気であった。レアルデルモンテは疑いなくメキシコのパスティの本場であり30のパステ製造業者がある。これにはメキシコ中の都市に店舗がある国内チェーン店も含まれる。例えば、ペースツ。 リアルデル・プラテロスはレアルデル・モンテに2店舗、近隣都市のパチューカには12店舗、メキシコシティには2店舗あり、パスティがメキシコでいかに人気かを示している。イギリスのパスティよりやや多くの種類がメキシコでは作られ、潤沢な唐辛子で風味付けられた肉とジャガイモ、黒豆、細切り鶏肉、ソーセージなどに加え、甘いパスティとしてはパイナップル、リンゴ、イチゴ、 およびブラックベリーなどがある。ペースツエルポータルには15種類のフィリングのメニューがあり、すべてキューペソで販売され、飲み物としてプルケも販売されている。パスティは様々な応援誌や歌の主題となった。また、いくつかのシェイクスピア儀曲を含む多くの文学作品にも取り上げられた。パスティについて触れる著名な文学作品で最古のものは、12世紀の フランス人、クレティアンド・トロワによるコーンウォールでのアーサー王物語であり、シャンパーニュ博のために表された。この作品には、以下の文がある、ネクスト・ギブレット・オープンド、エイチェスト・アンド・トゥック・アウト・ツー・パスティーズ、マイ・フレンド、セッド・ヒー、ナウト・ライ、エイリトル・オブ・ディーズ・コールド・パスティーズ、友よ、彼は言う、この冷たいパスティをちょっと食べてみないか、しかしながら、 この文はフランス語原文では単なるペーストリーを意味するか疑わしい。その次に1300年代のロビンフッドの物語でパスティについて触れられる。ジェフリー・チョーサーの14世紀の作品カンタベリー物語ではパスティに二度言及している。一箇所はオール・オブ・パスティーズ・ビー・ザ・オールズ・オブ・フレッシュ・オブ・フィッシュ・アンド・リッチ・ミートであり、2箇所目は ポーチズオブドーザットワースモールアンドポータブルラザーザン、ゼアーネクストオブキン。ポットパイズ、ウィッチワーベリーラージアンドステードオンザテーブルと、現代のパスティを、まさに表現しているかのようである。14世紀及び15世紀は、フランス人年代記作家ジャンフロワサールは、人々が、ウィズボテルズオブワイントラスアットゼアーサデルズ、アンドペースタイズオブサモンデ、トゥルーツ、アンドアイルズ、 ラップドインタオルズと表した。シェイクスピアの3作の戯曲で言及されている。ウィンザーの陽気な女房たちでは、第1幕1場で、ワイフ、ビットディーズ・ジェントルメン・ウェルカム、カム、ウィーハバ・ホット・ベニー・シン・ペースティ・ツー・ディナー、カム・ジェントルメン、アイホープウィーシャルドリンクダウンオールアンカインドネスと、終わり良ければすべてよしでは、第4幕第3場でペイローレスが、 I will confess to what, I know without constraint, if we a pinch me like, a pasty.I can say no more と o い、最後に、タイタス・アンドロニカスでは、タイタスは、カイロンとディミートリアスの死体を焼いて、パスティにして、彼らの母に食べさせている。16世紀には、ウィリアム・ホートンの擬曲、イングリッシュ・メン・フォー・マイ・マネー、または、エウマイ・ウィル・ハブ・ハー・ウィルのセリフ。 I have the sent c o f v e d o n stone as full in my nose.As of church rain of mother all, エスパス t i e s がある。1898年に、ロバート・モートン・ナンスは、The Merry Ballad of the Cornish Pasty を書いた。When, I view my country or, of good l y things the plenty as store, the sea and fish that swim the e i n e and underground the capper and chin. レッドオールザワールドセイホアットイットキャンスティル、アイホールドバイザコーニッシュマン、アンドザットワンモーストエスペシャリーザットファーストファウンド、アウトザコーニッシュパスティー、ウェストカントリーので1940年代当時の、学童の遊び歌に歌われた。マシュー、マーク、ルークアンドジョン、エイト、エイペースティー、ファイブフィートロング、エイトイットワンス、エイトイットトワイス、オーマイロード、イッツフルオブマイス。 シリルタウニーは1959年にザ・オーギー・マンを作りアルバムエイ・コールド・ウィンド・ブローズに含めた1964年に放送されたアメリカのテレビシリーズメーベリー110番第4シリーズ28はザ・リターン・オブ・マルコム・メリウェザーでアンディ・ホアンカンと助手のバーニー・ファイフのためにマルコムがパスティを作りコーニッシュパスティは一方に肉とジャガイモがあり 他方にプラムプディングを詰めると説明する。1971年にコーンウォールのフォーク歌手、ブレンダ・ウートンがパスティに何かしら関わりがある歌をアルバムパスティーズクリームに収録した。パスティはいくつかの小説に取り上げられている。ニール・ゲーマン著のアメリカン・ゴッズでは主要登場人物シャドウが架空の都市レイクサイドのレストランメーベルズで パスティを見つける。続く物語で、神がアメリカを回収させたと同様に、この料理がコーンウォール人により、アメリカで普及したことに言及している。他の文学作品には、リリアン・ジェイ・ブラウンチョのミステリー小説のシャムネコ、ココシリーズがある。このシリーズでは、炭鉱員移住の伝統で有名な架空の、チクムース軍における伝統的で日常的な食べ物として、 たびたび描写され、主人公、ジム・クウィラランは、パスティ専門レストラン、ナスティ・パスティで食事をしたり、パスティのコンテストも開催され、個人特有のレシピが、事件解決への手がかりになったりする。パスティに関する記述は、ブライアン・ジェイクス・著の、小説レッドウォール伝説シリーズもにあり、レッドウォール修道院のネズミとウサギのお気に入りの、メニューである。パスティはまた、 ウィンストン・グラハム著の歴史小説、ポルダルクシリーズで、この作品を原作とした、BBC テレビシリーズと同様に言及されていた。J.K. ローリング著の、ハリー・ポッターシリーズのいくつかで、パンプキンパスティが食べられる。ジェフ・ダニエルズ主演の映画、イス・カナバ・イン・ダ・ムーン・ライトでは、物語の主要部分のユーモラスな場面で、パスティを使用する。ベル・セバスチャンは、 レパスティデラ・ブルジョアジーという曲を持つ。ポール・スチュワートとクリス・リデル教調バーナビ・グライムスシリーズの主人公は、リターン・オブ・ザ・エメラルド・スカルで、ストー・オーバー、エス・スペシャルと呼ばれる、ラム、ニンジン、カブを詰め、他の端に香料を加えたリンゴやスルタナを詰めて、対油紙に包んで、ポケットで保温した、パスティを食べる。コーンウォールのコメディアンで、 パスティに詳しいジェスロは、本来のパスティは3つの区画があるさらに小さい、おまけが極先端にあり、アフターエイトを詰めるタイと冗談で主張する。伝統的なコーンウォールの物語では、コーンウォールの女性が、パスティにどんな食べ物も詰める傾向を悪魔が聞き及び、パスティの具になることを恐れ、玉川を決して渡らなかったと伝えられている。 コーンウォールの有名な陰文、アギーアギーアギー、おいおいおいの語、アギーは、コーンウォール語で、パスティを意味する、保元から派生した方言、保元、保元に由来すると考えられている。パスティが出来上がると、鉱山のバルメーデンは、縦港区へ、アギ,アギーアギーアギーと叫び、コーインが了解の意味で、おいおいおいと叫び返す。ウェールズのコメディアン、マックス・ボイスは、 コーンウォールの因文をウェールズのものと主張したことをコーンウォールに謝罪した。この因文はコーンウォールのコインにより南ウェールズ丹田に伝わったと思われる。コーンウォールのラグビーの試合で歌われ2番まで続く。コーンウォール中で有名な名神はパスティの皮は食べないべきであるという説である。コーンウォールのコインは最後の皮を鈴鉱山に宿る。 亡くなった、コーインの精霊、ノッカーの空腹を満たすために投げ捨てた。船員と漁師は、同様に、亡くなった船乗りの精霊の空腹を満たすために海に、投げ捨てた。この川は通常カモメに奪い取られるが、ウェストカントリーでは、カモメは亡くなった船乗りの霊魂との迷信が広く、信じられている。アイディアリーラブ、エーペースティ、エアット N、リーキーワン、バスタティーズ。 メイト N、ターミット、パーズリー N、ホニュン、ウンクラス B メイドウィズスー T、N、シェイプドライクアルフ、エムーン、バスクリンクリーヘッジーズ。フレッシュリーベイクド、イーオールウェイズゴーントゥ s スーン、コーンウォール州、カンボンにおける2009年のストリート、ピラン、S フェスティバルで、コーニッシュパイレーツ選手がパレードした、パスティは、様々なコンテストや、祝祭の題材となる。 コーンウォールの法位では、レガッタウィークに通りを巨大なパスティがパレードした。6フィートの大きさで、運ぶために仮装した4人の男性が必要な重さであった。同様に、コーンウォールのラグビーチームは、重要な試合の時に巨大なパスティをゴールポストに掲げる。ミシガン州、カルメットでは、毎年夏にパスティフェストを開催して、地元の名物料理を祝う。 巨大パスティの公式な世界記録はないが、1985年にコーンウォールのヤングファーマーズクラブが7時間を費やして32フィートの長さのパスティを作った。1999年にファルマスの最初のパスティ祭りでパン屋が焼いた巨大パスティにより、この記録が破られたと言われている。ニューヨークタイムズの連載フリーキノミックスで2008年7月に ステファン・ジェダブナーは、エコノミストがメキシコでのコーニッシュパスティ販売に関する記述を、ペーストリーの誤植であると非難し衝述した。エコノミストは彼に、コーニッシュパスティを送り、これに応じた。ダブナーの誤りは無学であり、誤植や文法の誤りではない。ありがとうございます。